反骨の若武者柴田勝頼。柴田が生を受けた地、三重県桑名市。ここで道場を営んでいるのは柴田の父、柴田勝久氏。プロレスラーとして猪木、坂口らを中心とした新日本プロレスの草創期を支え、その後はレフェリーとしても活躍。そんな父の背中を見て育った息子勝頼は、自らもプロレスラーの道を志す。高校時代はレスリング部に所属し、プロレスラーとしての礎を築く。1998年新日本プロレスに入門、ジュニア戦線で活躍する。その後魔界4号としてマスクマンに変身し、村上和也と共闘。2005年新日本プロレスを退団、新境地を歩み始める。